はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日はイラストレーター iPad 版のチュートリアルをやっていきます。こういう写真、男の人の写真をですね、上から iPad でなぞってベクター化させてですね、こんな感じのロボっぽいイラストの作り方を紹介していきたいと思います。で、このチュートリアル1年前の Adobe Max で披露したセッションなんですけど、もうすっごい好評だったので、今回 Adobe さんにお願いして YouTube でも出させてもらえるように許可もらいましたので、ちょっとしっかりめに解説してるので長くなっちゃうんですけども、スキルアップしたい人はぜひ最後まで見てもらえると嬉しいです。はい、じゃあまず最初にですね、今日使う画像、この画像を使うので unsplash.com っていうサイトから、皆さん各自ダウンロードしてください。自分の iPad の中にこんな感じで写真アプリの中にね入れてほしいんですけど、この写真アプリの中にダウンロードしたらですね、トリミングをしてください。顔以外のところは今日は使わないので、この男の人の顔のところだけがね、こんな感じでトリミングできるようにしてください。で、この状態でですね、イラストレーター iPad 版に行くんですけど、今回新規作成で 800×600 のサイズでやっていきます。カラーモードは、RGB です。で、そうするとこんな感じでアートボードが出てくるんですけども、アートボードに関してはこのアートボードボタンですね、ツールがあるので、ここで複製したりとか削除したりすることができます。今回はですね、何個か空張りを作っておきたいので、まあ2つか3つぐらいね、置いておいていただけると嬉しいです。はい、じゃあここからさっきの写真をインポートしていきます。写真アプリの中からさっきの男の人の画像ですねを配置してください。で、この男の人をトレースしていくので、この男の人の画像の透明度を下げます。透明度を下げるときはこの、共通アクションですね、ここから一番左側、不透明度のところでこんな感じで薄くしていきます。ちょっと見えるぐらいで大丈夫なので、私は 36% にしてるんですけど、これぐらいにします。で、レイヤー見てもらうと、今レイヤー1っていうのが出てると思うんですけども、これは、画像のレイヤーとしてロックしておきたいので、一回これロックします。そしたらもうタッチしても動かなくなるので、この状態で新しいレイヤーを1個上に追加してください。で、ここからですね、この男の人の、線をね、アウトラインを作っていくんですけども、それを作るにはですね、今回は鉛筆ツール、これを使っていきます。パスの知識がない人でも簡単にベジ曲線とかね、パスを作ることができるので、今回はこれを使っていきたいんですけども、まずこの鉛筆ツール取って、色は黒にしてください。上が塗りで下が線です。線の部分を黒にします。で、ここ滑らかさです。滑らかさは0の状態で曲線を描くと、このアンカーポイントと呼ばれる点々ですね、見えるかな、この点々アンカーポイントって言うんですけど、これがたくさんつきます。で、これを10にするとアンカーポイントは少なくなるので、より曲線とか直線がまあ滑らかに描くことができるようになります。で、今回は、あんまり滑らかすぎても面白くないので、滑らかさ3ぐらいでやっていきます。で、ここからがですね、ちょっと難しいパートなんですけど、一番最初はこの男の人の頭のところとヒゲのところ全部つながってますよね。これを1個の線でつなげて描いていきたいと思います。なので、ちょっとここからしっかり見ておいてほしいです。まずですね、この頭のところからやっていきますね。はい、まずこんな感じ、髪の毛のところですね、ちょっととんがりをつけるような感じで描いていきます。はい、この感じかな。とりあえず頭のところ完成。後から修正できるので、あんまり最初はね気にしなくて大丈夫です。とりあえず勢いをつけてもうざっと描いちゃってください。で、さっきから見ててわかるように、一回一回こうアップルペンシルを画面から離しても、そこからタッチして続きを書くと、このラインがちゃんとつながってくれます。なので、ある程度書けたら一回手を離してもう一回スタート。で、この口のところはね、後から描くので、口のところは一回気にしなくて大丈夫です。上のひげのところまで伸ばして描いていきましょう。
はい、でコツはですね、こんな感じでとんがらせることです。角はしっかりと角張らせると、ロゴっぽくなるので、それをちょっとね注意して書いていただきたいです。はい、でこの最後のね点のところしっかりつなげてもらって、この状態で一旦顔というか頭とひげのところは完成ですね。で移動ツールに持ち替えてもらって、この線と塗りとのところをね反転させると、こんな感じで黒ベタになります。でもしこの時に、気になる部分があるようであれば、ここで修正していきます。タッチして、ここですね、ダイレクト選択ツール、ここで細かいところをちょっとここへこみすぎたなって思ったら修正していく。でこのドットを消したいときはマイナスですね、これマイナスで消えます。でこのアンカーポイントのベジ曲線をですね、曲線を変えていくというような感じです。いらない点は割と消していった方がいいですね。はい、こんな感じかな。じゃあ次、目、鼻、耳を作っていきたいと思います。でちょっと今ねこの状態だと移動ツールと鉛筆ツール持つと、この、黒のね今作った頭のところが選択されている状態になっちゃうので、その時はですね、ここをアップルペンシルダブルタップすると選択が解除されます。ダブルタップです、ダブルタップ、はい、選択が解除されますね。でこの状態で新しく鉛筆ツールを持ってこの目のところを描いていきます。まずはね眉毛です。眉毛、で次左目いきます。左目はねあんまり描かなくても大丈夫です。もうちょっとこの目のところが大きい方がいいかな。アンカーポイントのこことタッチしながら、ここですね、選択してちょっと伸ばすと大きくなります。はい、じゃあ次鼻いきますね。鼻はね結構シンプルなんですけど、鼻は穴を描くんじゃなくて、この影になってる部分を意識して、影になってる部分を覆うような感じで描きます。このね暗くなってる部分あるじゃないですか、それを描く感じです。こんな感じかな。で反転させる、あ、いいですね。はい、こんな感じです。影を描くようなイメージで描いてください。はい、じゃあ次耳いきますね。耳も同じく、あんまり細かいところまで描かずに、メインの暗くなっているところだけを意識して描いていくような感じです。はい、で結構いい感じになってきたかなと思います。もうちょっと透明度下げて、あとは細かいところなんですけど、この耳の線とか、あとはこのおでこの線とかをねちょっと付け加えてあげるといいです。例えばですけど、こういう感じ、はい、こういう感じでね、この耳の線をつけてあげる。同様にこのおでこのところもちょっとだけラインをつけてあげる。はい、こんな感じかな。はい、いいですね。こんな感じでちょっとおでこのラインをつけてあげると、輪郭が少しだけわかるようになるので、こういう細かいところねつけてあげるといいと思います。はい、じゃあこっからなんですけど、口ですね。口が残ってるので口作っていきましょう。まずこのひげのね、口のひげのところをですね選択してもらって、一旦反転させます。そうすると口がどこにあるのかわかるので、一旦ねこの線のラインの状態にしてください。でそしたら歯と
上唇ほとんど見えてないので描かないです。歯と下唇を描いていきます。歯から描いていきましょうか。歯はねちょっと難しいんですけど、こうかな、はい、こうですで、一旦解除で、下唇もちょっと難しい。こうで、こうかな、はい、ちょっと長すぎるので短くしてあげる。でとりあえずこれをですね、塗りを白にしておきましょう。塗りを白で、この状態で後ろの塗りを復活させる。でそうすると、はい、歯と下唇が出てきましたね。ちょっとこうするとまたいびつになっているのが分かるので修正していきます。細かいね、位置調整とかはここのプロパティパネルの X と Y のところをね、左右にスライドさせるといい感じになります。いい感じのポジションで止められます。はい、でこんな感じで一旦全体のアウトラインは完成ですね。ちょっとロゴっぽく見えてきたと思うんですけども、今レイヤーのところを見てるとこんな感じで歯と唇、それ以外は全部黒のレイヤーですねが選択されてると思います。でこの黒のレイヤーはですね、一旦合体させておいた方が後から使いやすいので合体させます。まずね、こんな感じで全部選択してください。選択したら歯のところはね選択したくないので、タッチショートカットをしながら、解除です。選択を解除します。で、この状態で黒のところだけが選択されているので、これで、全てを合体押します。全てを合体押します。でこの状態でパスに変換押します。でそうするとバラバラなパスだったのがですね、今全部つながってダブルタッチすると、はい、こんな感じでね全部つながりました。さっきこことここのところねバラバラだったと思うんですけど、1個のパスになってます。全てを合体っていうのとシェイプを結合っていうのを押して1個のオブジェクトにしてください。はい、でここからですねシャドウパートに入っていきます。でこのレイヤー、今アウトラインができたこのレイヤーはロックします。でまた新しいレイヤーを作ります。でこれを一番上のレイヤーの下に置きますね。一番上がアウトライン、その下がシャドウです。レイヤー3っていうのが出てきてると思うんですけど、この状態でレイヤー3にシャドウをつけていきます。でシャドウのつけ方なんですけども、さっきとあんまり変わらないんですが、じゃあ次はちょっとグレー色をね取ってみましょう。グレー色取って線がグレーになっている状態、滑らかさも変わらないです。でシャドウのつけ方なんですけど、シャドウは、光の方向を、ね、意識してつけていきます。今光がこっちから当たってると思ってください。で、画像をね見てみると、ちょっと画像を見てもわからないかもしれないんですが、この画像だとね、光がこっちから入っちゃってるんですよね。だけど、ちょっと今回は強制的にこっちから光が入ってるとして、シャドウがこの辺りに来るような感じで作っていきます。なので、光の方向をちょっと意識しておいてください。で光がね、こっちから入ってくるので、一番暗くなるであろうところをですね、面を作っていく感じになります。ここが暗くなりますね。で、はい、こんな感じです。この一番目のくぼみだったりとか、あとは頬骨とかね、この頭蓋骨のへこんでるところがあるんですけど、ここから暗くなるので、一番暗いところをね、作りますね。で、次この下ですね、この首のエリアをね、描いていきたいんですけど、首のエリアもすごく難しいんですけど、首はもう半分ぐらい切っちゃいましょう。わざとね。で、暗くなるところを囲って反転、はい、こんな感じです。でこれが一番暗いところになります。もうちょっと暗くしましょう。
で、次、一番暗いところできたので、2番目に暗いところですね。一番明るいところは白です。2番目に明るいところ、薄いグレーのところを作っていきます。はい。で、反転。で、この薄いのがですね、前に来たので、後ろに持っていきましょう。こうです。一番暗いのが手前に来ます。で、この耳のところと首のところ行きましょうか。で、最後白ですね。最後一番明るいハイライトを作ります。はい、こんな感じかな。いかがでしょうか。一旦後ろの画像を消してみましょう。はい、どうですか。ちょっとロゴっぽくなったと思いませんか。こんな感じです。ちょっと細かいところはね、各自修正していただきたいんですけど、こういうとことかね、細かいエッジが残ってたりするんですけど、一旦これで完成になります。背景をつけてみましょう。それを一番後ろに持っていく。で、そしたら、今背景とこの髪の毛の色とかがもう全く、同じ色になってて、境界線がわからない状態なので、境界線をつけていきたいと思います。で、デスクトップのイラストレーターだったら、パスのアウトラインっていうね、機能があったりして、簡単にアウトラインをつけることができるんですけど、ちょっと今のところ iPad 版にはないので、自分で書いていく感じになります。で、自分で書くときも同じようにね、この鉛筆ツールを使って書いていきます。ここからですね、ちょっと少し幅をつけるような感じで書くといいですね。幅は均一になる方がいいんですけど、厳密には難しいと思うので、できる範囲で大丈夫です。はい、じゃあこんな感じでアウトラインつけれたので、判定させます。もう白になります。これを一番下に持っていく。で、そうするとこんな感じでアウトラインがついたような、感じになるので、背景色を変えて、はい、でこんな感じで一旦完成になります。どうでしょうか。ちょっとロゴっぽくなったんじゃないでしょうか。もう白黒でね、今回は作ったんですけども、ポイントね、今やったポイントは、シャドウのところね、しっかりとこのエッジのところを、どこでシャドウつけるか見つけてあげて、このシャドウを、3個つけてあげることと、アウトラインをつけると、もう一気にロゴっぽくなります。で、これでもね、十分いい感じなんですけれども、最後、色をつけたバージョンっていうのをね、もう一つ作っておきたいので、ぜひ参考にしてみてください。で、そしたら、まずこれ全部選択しましょう。顔のところも背景のところも全部選択します。で、この状態で、この右側にあるアートボードにコピペしていくので、ここから、ハサミマークですね。で、コピーをします。コピー。で、コピーしました。で、コピーできたら、新しいレイヤーを作って、レイヤー4が出てきます。で、ここに、ペーストボタン、これです。押します。で、そうすると、今、こっち側にペーストされてしまいましたが、これをですね、このように、こっち側に移動させてください。で、そうすると、同じものが、右側のアートボードにも複製されて、なおかつ、レイヤーが別で分かれた状態で出てきます。なので、このレイヤー4のやつをですね、いろいろ変えていきましょう。背景とかこのロゴのね、色をちょっと変えていきたいんですけど、変えるときは、長方形選択して、まあこんな感じでね、変えてもらえるといいんですけど、カラーパレットを使ってもらうといい感じになります。おすすめはですね、スウォッチっていうボタンです。ここにスウォッチっていうのがあるので、この中からまあ自分の好きなカラーパレットを選んでもらってつけていくんですけども、HKSK っていうのがちょっとマットな感じの色で可愛いので、
これを使います。ネイビーにして、で、頭のところですね、頭のところも同じネイビー色にします。そうするとそれだけだいぶ統一感が出ますね。一番暗いダークシャドウのところ、一番暗いグレーですね、これにちょっと色をつけてあげると可愛くなります。可愛くなるというか一気におしゃれ感が上がります。ちょっとこのピンクとかいいんじゃないですか。ピンクで、ミドルシャドウグレーのままでいいんですけど、もうちょっと暗くしてもいいかもしれない。これぐらい、はい、こんな感じで一気にカラーをつけたんですけど、カラーをつけるとね、よりこんな感じでポップな印象のロゴを作ることができると思います。ぜひこのスウォッチは使ってください。自分で 色をね選んでもいいんですけど、なかなかね、綺麗なハーモニーのカラーにならないので、カラーブックのところからスウォッチで選んであげるとすごく綺麗な色を作ることができます。はい、ということでこんな感じで完成になります。どうでしょうか。こっちが黒色ロゴ。黒色ロゴはかっこいいですね。で、ちょっとピンクとネイビーとかね、反対色で作ってあげてもおしゃれな感じになります。